卵1個のみ、フライパンでできる厚焼き卵の作り方、ふわふわで美味しい、甘い。どうも、しらし割烹茂吉総料理長の斉藤です。今日は卵1個のみ、フライパンでできる厚焼き卵の作り方をご紹介します。コツがいっぱい詰まってますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、卵焼き作っていきましょう。水大さじ1、マヨネーズ大さじ1、これをまず合わせます。これだけでまず、でここ卵1つ使います。で最後まで砂糖小さじ1、塩が1つまみです。でこれで OK です。じゃあやります。まず3分の1入れます。卵液を3分の1、横サイド折りたたみます。こんな感じ で、 こっちから巻いていきます。もう1回3分の1、向こうの中にも入れながら巻いていきます。で残り全部入れちゃいます。次も端っこを揃えて、で最後この辺にちょっと少ないところに形整えて、で完成ですね。じゃあ食べてみたいと思います。結構ふわふわにいけますね、このマヨネーズが。厚焼きいただきます。ふわふわで美味しい、甘い、懐かしい厚焼き卵の味がします。とろとろふわふわ、これ簡単にフライパンで焼けますんで、めんどくさい朝にフライパン1枚で、で卵焼いたフライパンでウインナーとか焼いても洗い物少なくなりますんで、いいと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。しらし割烹茂吉では北海道から沖縄まで400店舗連携しまして、晴れの日のお料理もお届けさせていただいております。懐石の器のままご自宅まで届けさせていただきますので、いつもと違った雰囲気をお楽しみいただけるかと思います。気になる方はぜひ概要欄からお問い合わせください。またチャンネル登録とグッドボタンの方をよろしくお願いします。ありがとうございました。